I've come back to the expect. だけじゃ無理だ。よし、旅しようぜ。とりあえずもうどうしようかな。ちょっと何をすればいいんだ。あれか、第一の彼を探して、でそれであのクトミナのジョーンのところに行き、あれだよね。なんかすんだよね。まあなんかすればいいんだ。とりあえずなんかまあ一応探索しようぜ、いろいろ。今まで行ってない村とか、あそう雪のとことか行ってないじゃん。そこも行こうぜ。お、あここであれだよね。あのギャブロがさ、カモメ助けて、そうだよね。おっさん、久しぶり。あの感じのあるおっさん、感じの悪かったっけ。おあなた方がこのトロロ、ありがとうございます。静かに体を守って、この世の中になってはそうも言ってられませんが、クソみたいですね。雪に加えて、なんだよ、ジロジロ見て、ダメですよ。この人はマスターできるかもしれない。わしの身出したら剣の技。剣の技で今、この人に伝授しよう。さっきをするにするとお話しなんだけど、ひどいですよ、クレヨン。さあ、ロボットが心配した。おお、すげえ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 。すげえ、つば。かっこいいね。驚いとる。ラッシングソードを覚えた。これちょっと使ってみたいね。見事じゃん。静かに暮らす世の中に戻してくれって頼んだぞ。ありがとう。この人すごい剣の使い手なのか、もしかして。もともとそんなすごいやつだったのか。なるほどね。なかなかやるじゃないかい。新しい技もやった。だからね、もうすでにね、この人ね、もう強くなりすぎて、前回のね、バカみたいな、なんかもう敵と遭遇しまくったおかげで、なんかもうあれなんだよ。もうレベル50超えたからね。もうこの人に至ってもあれだから、もう60になりそうだからさ。あ、そうそう。もうちょっとね、ラストスラッシュってやつ覚えたんだ。で、それで、まあ、それは多分最後の得意だと思うんだけれども。あれね、2倍だったからね。敵全体2倍か 2.5 倍の力で削る。あと敵に出会ったらまあ、探ってやるかい。だからこの横に洞窟があるけど、すごい気になるね。行ってみようか。あ、いいね。この夜の世界を旅するってのも、いいんじゃないかい。てれれれ。何があるんだ、ここは。個人的には敵と遭遇したくないんだから。なんだこれ、どうなってんだ。右から行ってみるか。じゃあ完全に忘れてた。試し切りするか。あ、左怪しいね。なんぼでいいんじゃね。じゃあしょうがない、試し切りでもするっしょ。まあ久しぶりに今どうやって戦ってるのか。お、あ、こいつはちょうどいいな。初見じゃね。こいつは見たことないよね。よしよし、ラッシングソードやってみるか。ラストスラッシュ、あ、2倍か。どっちもやりたいね。ラッシングソード、サンダースタッシュ、まあ、もしかしたらサンダースでやれちゃうかもしれない。先行一周で、まああれだね、バレーズもかなり強くなったからね。パンパン。ギャブラもかなり普通の攻撃だけど、相当強くなったからな。ほい。おお、おお、すげえ、すげえ、すごいじゃん。待って、やるに、ドイツもこいつもやるじゃないかい。まあ、天使の目なら装備してるからさ。まあ、攻撃力もかなり高くなってんだけどね。で、この左行ってみる。あ、ラストスラッシュやってないね。ん？せっかくだからやってみるか、ラストスラッシュ。ぶちかましてみるね。また普通の攻撃お願いします。この攻撃お願いします。ほい。これでいいだろ。これ、お、やばいね。めっちゃ強くなってね。これさ、属性の剣でやったらかなり相当やばいことになるんじゃないか。で、お、あるじゃん。今のバーブの最強装備じゃないかな。カオスナックル。ほうほう、エールカナツボ。あ、結構こう来てよかったんじゃないか。ほら、上がった。レイアントラ使おうぜ。もう俺もこう、もう敵と戦いでもね。俺、前回のさ、あれともそのままちょっとやってるんだよ、俺。まあ、ちょっと休憩してくれ、若干。前回のくとびなバカ宮殿でさ、敵、俺は多分あそこで敵と多分ね、100回以上戦ったと思う。マジで100回以上戦った。あれだって、頭おかしい。2、3パルクだけ入れていけないでくからね。これどうなってんだ。ここら辺通ったよね、きっとね。世界繋がってんだな。ややこしいな、これ。なんかかっこいいね。久しぶりに聞くか、ちょっと、なんかちょっとゆっくりと。ちょっと待って、あ、それ、グランカラも行ってないね。グランカラも行こうか。あ、ウロのテントあるじゃん。ウロのテントもちょっと行ってみたいね。久しぶりに。そろそろ一周するね。あ、なるほど。そうやって地底に行くのか。え、でも飛べんのかな。へぇ、ちょっと後でそれもやってみようか。ガンガンやろうぜ。ウロだっけ。あれ、この人豚おったっけ。
あと豚の思い出したけど、冗談どこ行ったの、冗談それも気になる。あれ、え、ゴールドバッジ、なんかすげえ偶然変なもの手に入ったから、おい、どういうことだね、マジで。あれ、いいもの売ってる、でも久しぶりだね、あんまいいもの売ってない気がするな。どうだい、じゃあちょっと見るだけだね。え、ここさ、すげえ久しぶりな気がするんだけど、え、バルテスと戦ってさ、え、どれぐらいぶりだろう。あ、でもそれ以降もう一回訪れたんですかと思うんだけど、結構でもまあいいや懐かしいね。じゃあまあ世界旅するか。じゃあまあその前にあれだね、あれだ、グランクラム行かなければ。でまあグランクラム行って、お宝渡しての何だろう、まあ景品をもらって、でまあいつものことか博物館に行って見に行ってでその後、あ、ルメアラになるまでね、ルメアラの師匠なんか会いに、だからルメアラに会いたいっつって、ね、そこも行こうか。あと氷の村、氷のとこも行きたいね。で氷のとこ行って、ポイント大会か、ポイント大会か、まあまあ、もうちょっと下げていくか。タイのアプラが、そうなんですよ。やっと見つけましたよ。素晴らしいでしょ。感動したでしょ。感謝してくださいよ、これ。見つけたのすごいね。大変だったんですからね。聖者の剣。聖者の剣なの、どの辺じゃいない。聖者の剣持ってなかったっけ、持ってないか。なんだこれ。そんな強くなくないか。重要件、重要件も強いし。え、これどういうことだろう。どういうことだ。あれだね、もうちょっと早く、いや、でも古代の剣だったあそこだべ、あそこならべ、くとみなにあったもんな、くたみなだっけ、わかんなかったっつったの全然わかんねえ、何がなんだろうか、さっぱりわからん、まあしょうがない、まあいいさ、気にしないさ。よし、じゃあちょっと見に行く、はーい、ほうほう、見かねえなさら、あ、ここは、そうだね、たぶん、あ、これ一番最後のやつなんだ、あれ一番最後、すごいでしょ、すごいでしょ、あと1個じゃん、あと1個だよ、おー、あと1個随分来たね。そのからでも山下はどういう、あ、ここだったっけかな、ランパの南だよね、ですかだったと思うんだけど、まあちょっと先に、まあ、忘れないうちにそれもやっとこうかなと。でそれやったらじゃあこの氷の村行こうぜ。でそれでまあサクッと、あの探索しないとこどっかあんのかな、まあいっぱいあるだろうけどさ、なよう、さあルミアさん、もう一つ覚えて、ぜひ覚えてほしいですが、あるんじゃが、さあルミアヒンさん、オッケー、まだ最高の技、ほう、魔法を続けてない、これ魔法連発じゃね、クピクピと同じあれなんじゃないか、はい、だと思った、どうでしょう、かっこいいね、てか大地の方がどこにあるんだいい赤した、ルミエラが暴走し始めた魔法連発を覚えた、マジかい、ごめんね、今ちょっと俺声低くしてんのに、ね、あれだろ、隣の部屋にもね、まあ、ちょっと遅い時間になってくからよ、いやまあ多分この回は探索回になるであろうから、まあ多分大丈夫、まあ別にまあこんな、まあこんな感じでも別に問題はないだろうということでまあちょっとストーリーが進み始めたらあれでいっけよね、普通にいっけよね、いや普通に行くってなんだ、普通に行くってなんだ明日あたり、昼間あたりやるけどな、あー最高だよ、仕事がないってのはマジ最高だよ、もう永遠にニートになりたい、マジニートになりたいわ。とりあえず雪のとこだな、どうなってんのこれ、これどこ、あれ一周したんですかって、ちょっと待って、どうだっけ、トンタースの、トンタースだね、氷があって、あ、ちょっとこれ見た方がいいかな、これか、どこに行った、どわけわかんない、今どこに行った、現在地、あ、じゃあもうちょっといいかな、あ、さっきの地点とかもちょっと降りてみたいね、それも気になるね、あれあれなくなってね、でも地形がおかしくね、あれこれどうなってんの、え、ここ行けばなくなっ、え、滅んじゃった、もしかして北東の遺跡に、やばい、不思議な遺跡が現れた、泥だらけ、うっそー、あ、
そこあれじゃん、ロボットがだってさ、屋根ぶっ壊してさ、屋根ぶっ壊してなんか助けてもらったりとか、なんかいろいろあったじゃん、そこの村で。いや、マジで、まあ、かなりあれだな。人も減っていく、空間です。ああ、ダークゾーンに吸い込まれてんのかな。え、じゃあやっぱさ、あの、ポドンさんだっけ、ポドンさんとミールさんと、ピートだっけかな。あの、ダークゾーンにいたあの3人の家族行ったじゃないかい。あれってやっぱなんか消えちまった。そっから来たのかな、もしかしたら。ひどいよな、いや俺さ、なんかもしかしたらドンが作った幻なんじゃないかなと思ったんだけど、あでも違うよ、ね、まあ、こうやって忘れたりというか。で、じゃあみんなダークゾーンに、え、ひどくね、え、どうすんのしたら、どうやってそしたら救うことできるんだよ。どうなってんのって。ひどいな。オールドバルデスのさ、オールダスとバルデスの飲み場所も破壊するじゃん、ダメやろ。お、なに、ソウロボットさん、久しぶり、久しぶりってわけでもないけど、もう、あんただよ、いや、会えてよかった。この前、村の木を作ってもらって、みんなあんたに感謝してるんだ。村を代して、と言っちゃなんだから、これを受け取ってくれ。溶けたこれの中で作ったんだ、ほう。なに、機械人だね、ほう。いいね、機械人だね。金強いんじゃねえ、もしかしたら。まあ、この間の木っていうか、まあ、俺優しいよね、と。みんな優しい。いいね。なんか大将ね、大将とあるんだよ、きっとな。みんなあんたが好きだぜ。逃げる逃げるし、じゃあ頑張ってな。ありがとう。あ、すごい嬉しいね。心が温まるなんか、すごく。え、めっちゃ強いじゃん。かなり上がるね。まあ、この間の危機を起こしたって起こしてもまあいないんだろうけど、まあ、まあ、リーダーが、まあ、主人公の後ろについてるけど、まあ、まあ、気にしないで、まあ、こいつは悪いやつじゃないかね。まあ、多分気づかないだろうけど、姿が違うから。じゃあ北東の、あそこをじゃあクリスタルキャッスルに行けるのかな。あ、なるほどね。もうすぐ12時だな。あー、どうしようかな。まあいいや、明日確かね12時なんだよ、次のこの遺跡のさ行ける場所。まあ、あと1時間したらもう行けるんだけど、まあ、ここはねかなりね素晴らしいイベントが待ってるはずなんで、俺の記憶が正しければ、まあ、それはちょっと明日やろうぜ。明日やれば、朝の12時くらい。あそこ行ったら多分クリスタルキャッスルだね。まあそこはまあ、その後々に訪れる。あの、体感魔法が、体感魔法を持ってる敵がいるはずなんだよな。まあ、そこは後で訪れよう。まあ時間かかりそうなんだよな。次どこに、あ、どこだっけ、ファイス、あ、ファイス、ここ行ってなかったね。ちょっと待って、ファイスのところどうなってんの、ここ来て、あ、ここ洞窟ある、ここ行ってみようぜ。とりあえず行ってみよう。それで、そうだね、前ファイスのところ回れなかったもんね。サクッと行こうぜ、同じように。アンドレ悪いけど、まだちょっとお前は、まあ暴れてるかもしれないけどさ。はい、ありがとう。何があるかな？おお、やったじゃん。あ、マジで？素晴らしい。素晴らしいじゃないかい。あれよ。久しぶりにあれだね、ウッキーの子分みたいな。あ、これであれか、あのなんか変な、あそこあったじゃん、なんだけど、破壊された村だっけ？トンタースのさ、トンタースのなんかなんだろう、東？違う、西か。西のなんか、遺跡のとこでも、もしかしたらできるようになるかもしれない。またここか。あ、しまった、バルデ連れてきたかったな。まあ、いっか。そうか、このまま行こう。まあ、たまにはルミエラも連れてくるってことで。まあ、しかし、バトルをカットさせてもらうな。おそらくカットになってるだろう。まあ、何かあるかもしれないかな。一応、サクッと見て、サクッと。もうだいぶレベル上がったおかげでね、もう楽勝に逃げられるんだって。だいぶ楽に逃げられたな。なんだ、ここは。誰がいるか。さてと、誰がいるか。お、なんか、おい、なんだよ、お前は。なんだ、なんか慌ててんの、お前。何の隠したの、怪しすぎるぞ、お前。さすが、春子先輩。知らない。黄色く光るの、切れない。まあ、こいつ大地の貝持ってんじゃないかもしかして。ほら、ちょっと分かりやすすぎだな。嘘は返せ。嘘はいけませんよ。嘘つくならもっとうまくつかないとね。人を傷つけるような発言はやめた方がいいぜ。何を言ってるんだ。あれ、嘘つく、嘘、あ、まあだから嘘は苦手なんだろう、だろうな。まあでも結局ザクッと見たけど、まあ何もなかった。ここら辺見たけどね。よし、でもあれだね、もうすでに目的果たしてしまったじゃん。早かったな。でもこれ、なんだここ、
なんかいろいろあるね。なんかあれだね、あれを思い出す。大怪獣の後でワンのさ、なんか海底のさ、あれここ QR じゃん。ここどこ、ここだ、あ、マリナルのところか。あ、ジョーダンどうなった、ちょっと待って、降りない、ちょっと降りてくれよ。え、ジョーダンはどうなったんだ、ちょっとその気になるんだな。はーい、バーン。懐かしいね。おマジか、コーラ探せよ。お前ダチになっちゃったんだ。お前全部あるときは、ね、怖い人だけど、ね、なんかめっちゃなんか首振り回してたから桃テティボジュージュースみたいな、怖い人だけど、ね、まあいいや、全部桃のブラ使った気分。みんなゲーム、こいつは冗談も出ずにえ、ってか知ってんのこの人は。あー、見てくる、じゃあ見てくるか、せっかくだからね。本物の豚ってかも、まあ、かわいそうな気持ちだけど、さあ今日もなんか懐かしいな、この雰囲気も。でもなんかこいつが団長かよ、なんか変な感じだな最初の雑誌も豚の人なんか、え、こんな感じ、あれかな、本物のジョーダンいるのか、かわいそうな気がする。これで失敗したらなんかあれだな、多分失敗したやつがジョーダンだったみたいな、プシュンってなって、あ、やっぱなったなこいつジョーダンだね、違うかな、そんな感じがするから。人首とかひどすぎるわ、人間のことやらされてみろよってこと、どうなってる、そんなとんでもないです。空中プランクとかさ、よくやるな、でも本当に怖すぎだろこれ。だって落ちたらだったらあれだぜ、もう、あー、やばいやばい、もうようやったな悪いビッグスターに拍手、パチ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 、今日私もおしまい、また今ね元気でいる、あー、そうすることにする。まあいいや、また後で。冗談冗談、まあまあでもあれなんか、まあいいんじゃね、まあ、最近なんかさ結構人の試練が多いから、なんかまあああいう結末のも、まあ、悪くないんじゃない。おっ、まだおじけさん出すの、俺もさがなかった。ほう、おお、いいね、また太い増えたね。どのぐらいいるんだろう、全部でもう全部揃ったんか。結構もうこれでいろいろいけるようになったべ。よしよし、まあ、結構あれだね、まあ、進展はあるね。まあ一応もうこのパートでまあ一応第一の回は手に入れる予定だから、まあその目的はもう一応果たしたんだよね。まあ世界を探索するとともにそれやる気でいたんで、これどこだっけ、なんかどっか移動したんだよ、忘れてたな、どこだったかな。後でまあざっと見てみるか。氷のとこ行ったべ、ここも行ったよね、さっきね。ここ行って、そうだね、ファイスのとこ行って、ファイスのとこ行って、こう来たよ、こういう洞窟とかって、ザクッと来て、大きいの、ここはまあ大丈夫だよね、でかい。あ、そうだ、ここ、あそこ行こうぜ。あ、冗談牧場も行ってないんだ、冗談牧場行こう、後で。あそこで、バーン山脈のとこさ、ここどうなってんだろう、ちょっと気になる。さあ、どうなってるか、ちょっと。バーン山脈に入るつもりは全くないけどね。おぉ、元気かい。精霊の行い、うん。ハブジン様、久しぶりに会おうぜ。おう、よ、お久しぶり。いや、まあ、行かないっす、行かない。やだやだ。ごめんね。出して、戻してよ。まあちょっと挨拶ってか、まあ、様子見てきただけなんだ。晩夜はなんもないべ、多分。だよな、きっとな。そんな予感するよ。じゃあ、こう行ってみようか。ちょうどもうこと行ってみたかったんだよね。多分、なんもなさそうに言わせるけどな。あれ助けてくれ、おやばい、人が襲われてる。あら、なんか猿いたね、そういえばね。あらららら、あー、全部派手な人が猿、めっちゃ荒ぶっとるやん、ルーガーがやってるぜ。これはちょっと助けなきゃ、まあ、大丈夫、止めとこうか、セーブしとこうかな、あれ強いんじゃないかな、意外と、まあ、全部のんけるな。よし、じゃあやるかい。結構いい時間っていうかな、あれ、じゃあその、どうにかこの問題を解決したら、まあどうにかするか。なお兄さんよ。お前だお前。どうしたどうした、なんか本があるね。何やってんの、何やってんのあんた。ルガーじゃないでしょ。眠らせろあなた。めっちゃ荒ぶっとる、今すげえ考えてた。これかなり強いんじゃない、ギャブル並みの速さを持ってるかもしれないな。恐ろしい。あれなんかあれだね。あ、ごめん、ルメアラがちょっとやばいことになってるね。なんかウッキーの色違いとかそういう感じかなと思ったんで、そういうわけだったんだ。
まあ、ラッシュフードを使うんでしょ。ほぼ良さそうだね。ラッピッドっぽいやつか。バグブラスト使うから。じゃあ魔法連発使ってみようぜ。これ超いいよね。あんま魔法覚えない。あ、じゃあホスペルと、ホスペルだね。あ、じゃあそれでパワード。パン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 。ほい。ゼロ。マジっすか。倒せるかな。強いかもしれないね、もしかしたらね。目玉キモさ、炎が吸収するってことは、もしかしたら、あれだね、氷の方に弱いかもしれないね。そういうのは水の魔法とかさ。あ、そういうことしとくか。さあ、目を取ったら、やるじゃない。あ、ラッシュの外で。どうすかな。いや、普通に、ちょっとアイスラッシュ。こっちはちょっと、デメラ回復回そう。グランシェイカー使うよ。グランシェイカーと、バイタリオール、カデマは、あ、もう前回の、前回の、あれのせいで、クソメナ教授のせいで、あれだから、もう、お金もマックスまで来るんだから。はい。はい。ペチペチ。ペチペチ。はい。ペチペチ。はい。ペチペチ。マジで？マジで？じゃ、普通にもう、地道に攻めた方がいいか、こいつ。属性回復するのかな、あ、回復するわ。ダメだわ、これ。もしかしたら弱点あんのかもしれないけど、まあそれを探すの手間がかかるからな。だったら普通に攻撃した方がいいかな。ザグッと。何でしょうかね。まあ普通にパワード使った方がいいだろうけど、攻撃でいつも。パワードね。パワードやるんだったら全員攻撃でいくよ。それでも多分倒せるね。はーい。はい、もう。強いね。近くらないとダメだな。エアドンパーチもそんな強くないね。そこまで強くはないな。まあ一応チームしなきゃ OK だね。ギャバルにパワード。おっ、素晴らしいね。さすがギャバル先輩。やるじゃん、これ。ほい、ほい。まだまだ。バルで連れてきたかったな。ちょっと、これ終わったら、まあいいね。次回のパートまで交換しとこう。ルミアルと。レベル上げもしたいんだよね。まあ、ラストランジョンに向けてさ。レベル上げもしといて、なんかまあ、万全の状態でもできてる。おお、めっちゃいいね。いいじゃん。これでいけんじゃね。ほい、ほい。素晴らしい、最高ですと。めっちゃあるじゃん、権利もらえたじゃん。ダメですよこんな暴れん坊しちゃ。大丈夫かじいさん。皆さんどうもご迷惑おかけしました。私は冗談の言葉に騙され、珍しい動物作るもので豊かな暮らしができると思っていました。そんなことはないね。いや、ならないよ。最高の友人だよ。実験台にしてしまったのか。もともと別の生き物だったのかな。じゃあ元に戻ったかい。全部こついけどな。何くれんの。友情リング。なんで友情リングって。あと見てみるかい。敵を、あ、味方をカバーとかそういうあれかな。もしかしたら、おう、ごつい、ごついペットだけど、ペットってか、ペットってあんまり気が付きじゃないんだよ、俺もな。そんな家族でいいよ。友情リング HP 回復時に、あ、なるほどね。それも良さそうだね。よし、じゃあもうこんな感じにしとくか。そうだね。じゃあ次回は探索だな。まあ世界もまた探索をしつつ、まあ大事なのかも手に入れたからね。まあそれでまあ女王に渡してサクッと行こうじゃないかい。まあそんなわけでよ、何が待っているのかな。